今戸神社は、東京都台東区今戸一丁目にある神社である。祭神として、王神天皇、伊沢木野村、伊沢ミの村、福六寺を祀っている。起きた掃除終焉の地と、今戸焼発祥の地の石碑今戸神社は、公平六年源、元、寄家、吉家親子が、欧州討伐の折、京都の岩清水、八幡宮を当地に勧進し、祈願したのが始まりであると言われている。 また、栄法元年にも、清原武平、家平討伐の際に統治を通り、戦勝祈願をしたと言われている。大正12年9月1日の関東大震災や太平洋戦争の際、米軍の爆撃機 B-29 が、昭和20年3月10日に、焼夷弾を投下したりなど数々の戦乱や火災に見舞われたが、その都度再建され、 現在の社殿は1971年に再建されたものである。1937年には隣接していた白山神社を合志し、今戸八幡と呼ばれていた当神社が現在の今戸神社と呼ばれるようになった。また現在では戦争7福神の一つ福禄寺も祀っている。戦前、またはそれ以前に遡っての古文献には招き猫の発祥と当社に関する、 文献上の記録や言い伝えは確認されておらず、招き猫と当社との結びつきを示すものはない。近年になって招き猫発祥の地の一つとして、縁結びと結びつけ自ら名乗りを上げている。江戸時代の知史、武形年表、または日記、藤岡や日記の加盟5年の記述によれば、浅草花川戸に住んでいた老婆が、貧しさゆえに愛病を手放したが、ゆこれが、 今戸神社が自ら招き猫の発祥と名乗る論拠であるが同資料は戦争時や浅草神社に由来するものとしての記録であり今戸神社との結びつきを示すものではない平成の招き猫ブームのと縁結びパワースポットのブームに乗り今戸神社は自ら招き猫発祥の地として看板を掲げるようになり多くの招き猫が建て祭られるようになったが本殿や境内に安置されている 招き猫の形状は、江戸明治期の今戸焼きの招き猫とは何ら関係のないものであり、交渉的には伝統的なものとは全く関わりのない平成の産物として見る必要がある。なお、本殿に祀られている大型の招き猫や、社務所から授与されている土焼き製、磁気製の招き猫ともども形状は、戦後のとこなめさん招き猫の造形から影響を受けたものと考えられる。 当神社は幕末の著名人である、新選組の沖田総司の終焉の地であると主張しており、神社は境内にその旨を記した石文みを建立している。これは当時結核を患っていた沖田を見ていた松本良順が当時今戸神社を仮の住まいとしていたとすることから来ている。また、新選組大使の長倉新八が大田は松本宅で死亡。 と書き残している。ただし当時長倉は江戸におらず、推測、または伝文で記したものである。現在の有力な資料においては、沖田は今戸八幡神社に曲がりしていた松本の手引きにより、駄ヶ谷の植木屋の柴田平五郎宅の納屋に、かくまわれており、同地で死亡した、とするのが定説である。戦前合祀された白山神社の祭神に、イザなぎの村、 イザナミンロソンの夫婦の神を祀っていることから近年になって縁結びにゆかりがあるとアピールされている。また、絵馬は他の神社では見られない新円形のデザインの絵馬である。これは縁と縁の語呂を掛け合わせたモダンなデザインのものとなっている。縁結びの神様をご祭神に祀っていることもあり、地元宇治古島から 両縁を求める声が今戸神社に寄せられることが多かったが2008年10月26日から宗教活動の一環として縁結び会を不定期に開催している今戸神社社務所受付時間帯にて必ず参加希望者本人が来社し申し込み用紙にる自宅等 PC でのインターネットが閲覧可能の環境が揃っていること今戸神社を推計すること独身で なおかつ恋人、愛人等がいなく、異性との恋愛を真剣に求める20歳以上の男女。日本郵政の往復はがきにて、今度神社所定の記載内容を記述して、募集締め切り日までに郵便ポスト、または郵便局に投函しなければならない。参加者多数の場合は、抽選となる。また、今度神社所定の記載内容が記述していない場合は、 問答無用で落選扱いとなるので注意を要する。友人同士と一緒に応募をしないこと。玉串料を持参するのを忘れないこと。集合時間は厳守すること。縁結び会開催前にアルコール類を飲酒し来社しないこと。縁結び会開催当日。楽しんで参加でき、なおかつ常識を持って行動できる人。縁結び会開催中は、 極力同性と一緒に話をしたり、まとまったりしないこと。縁結び会当日、異性の相手との連絡先交換の際に、嘘の氏名、電話番号、メールアドレスを相手に渡したり教えたりすることは、禁忌である。などである。その他、内容は随時更新されるので、今度神社、縁結び会を参照のこと。招き猫の発祥は、諸説あり、他にも、 戦争寺や浅草神社、世田谷区にある豪徳寺などが発祥の地とされている。今の神社、社務所では、往復はがきの持ち込みでの受付は、一切受け付けていない。また、往復はがきを使用するため、黒猫メール便などの日本郵政以外の配達サービスは受け付けていない。神谷さんと井上さんが、俗な爪友人帳のヒットを祈願して、黒にゃんこ先生を奉納。 電撃オンライン。http コロンスラッシュスラッシュニュースドット d n g e k i c o m スラッシュ el e m スラッシュレーレスラッシュレーレースラッシュ一三一スラッシュ一三一四六三スラッシュ二零一零年三月二十九日閲覧。招き猫の聖地今の神社で夏目友人長がヒット祈願。アスキー .jp ゲームホビー h t t p a s キ i j p e l e m 0 0 0 1 5 0 1 5 0 4 9 7 2 0 1 0年3月29日閲覧。夏目友人帳、闇夜に、黒にゃんこ招き猫、発祥、今度神社に奉納。満タンウェブ。http://.jp 毎日、エンタ、満タン、アーカイブ。 ニュース2 0 0 9 0 1 0 6 2九万9 1 0 6零零メートル2億1万 CHTML2010 年3月29日閲覧ありがとうございます